ないはず。あっという間ね。私たちにとっての裁量を求めただけよ。彼は奴はシガー酔いのカエルみたいに行かれてる。いいかヘダン、離れてくれ。数日でいい。せめて一緒に来てくれるわよね。そうしたいがな、まだやることがたくさんある。今度は誰だ。母の住処から来た友達の一人。お願いザンヒ、急いで歩きてよ。ザンヒはお前との戦いを望んでない。だが必要ならそうしよう。仕事の話をするか。お前が黒波団のゴロツキの仲間ならもう知っているな。この者は知っていることを伝えるが、お前は迅速に行動しなければならない。ミルロンはアラセルを独房から連れ出してここに来た。あの子の心を曲げるつもりだったのだと思う。奴はこの先の洞窟を手に入れた。入り口は多くの黒波団の戦士とより危険なものによって守られている。このエルフは見かけより手強いぞ。奴はデイドラと結んだ魔術師だ。アラセルを救出する気ならミルロンと対決しなければならない。ミルロンはザンヒが見たこともない魔法を使う。エルフの脳をねじり上げ、術者のリズムで踊らせる魔法だ。アラセルはサピアルチ殺しを断った。だがこの者が思うに、時間をかければミルロンはあの子に承諾させるだろう。ヘタには黒波団に騙されて連れ込まれた。俺はネズミの母からミルロンを探るために送り込まれたが、本当は愛する者を救出しに来たのだ。彼女は混乱していた。だがザンヒは彼女を助け出す。ミルロンがアラセルというこの心を曲げてサピアルチを殺させたら、何百というエルフの衛星が押し寄せてくる。神聖執行局の兵士はカジートに容赦しない。ここにいる者は極刑に処されたも同然だ。ミルロンはザンヒが見たこともない魔法を使う。
役に立てた。害虫をよこしたということか。さあ来い。あいつを倒せてよかった。やめてくれ。待て、あいつらの仲間じゃないな。すまない、隙が見えた時に急いで逃げ出したんだ。落ちたのを見もしなかったよ。正直運がいい、生き残った。少なくとも今のところは。母に殺されなければだけど。うん、僕の首を欲しがっている母は二人目だ。よし、ついていくよ。少し離れてな。一生分のスリルを味わったよ。
マさん。落ち着け。この少年は我々が保護している。静まりなさい。共通の友人タラリオンと話しましょう。真実を知りたいのならね。ああ、お前か。戻らなかったからてっきり捜索を諦めたんだろうと思っていた。ここで何をしている？ああ、例の私は魔導士に操られていたという弁護術だな。つまり言い訳だ。前にも聞いたことがある。何度もな。証拠はあるのか？それともただの憶測か？ふん。ミルロンはかなり大きな陰謀に関わっていたようだ。問題だな。上の者に伝えておこう。その少年だが自由の身だ今はな。助言してやる。悪ガキとアプラックスには近づくな。トラブルの元でしかない。では私たちの迷子の羊を見つけたのね。よくやってくれたわ。見ての通りアラセルの母のもとに送った。彼女はもちろん私と話さないけど、それなりに感謝はしているようね。双方にとってこれが教訓になるかもしれない。それを期待しましょう。それは何とも。アプラックスと付き合っていたことはあの子にとって不利に働くわ。でもあなたはあの子が人殺しでないことを証明した。あなたは迷子のハイエルフを助ける以上のことをしたのよ。これを受け取って、私の感謝もね。下水道の住人よ、居場所は分かっている。仕事をきちんとやれ。出なければ次の接触は残念なものだ。アラセルを見つけてくれてありがとう。本当にありがとう。冒険家になるのもいいかもしれないな。ダメよ。あなたはもう一生分の冒険をしたでしょう。本当にあなたには心から感謝するわ、セルファル。あいつらに息子を連れて行かれたらどうしていたかわからないもの。主演、ラズはいつぞやのカードの借りを返しに来たぞ。なんだって、そんな覚えはないが、俺が金を覚えていないのか。
今はダメだ。頼む。お前の精神的安定など昼寝の後でいい。新任のアルダークが連れてきた文句の一人と話すことだ。新参者の試験と評価は全て彼らが担当している。私は寝不足を取り戻そうとする文句に過ぎない。言いたいことはわかるな。女王の布告直後にアルダーク・ティルカラーがやってきた。上級皇女アビネッセの強い推薦があったらしい。文句が恋に落ち行動を共にするのは珍しくないが、連中はどこかおかしい。アルダークと部下の文句は表に出てこない。地下墓所を占有し、修道院下の古代の宝物庫に近づかないよう他の者に命じた。さあ、昼寝の続きをさせてくれ。まだ新参者のことを聞くのか。なぜアルトマーのややこしい官僚主義を気にする。まあ、これは私の想像だが、登録と手続きをするために地下墓所に連れて行かれたのだろう。さあ、もう行ってくれ。修道院は安らぎと瞑想の地であるはずだが、新たな通知があるまではアルダークによって閉鎖されている。つまり文句の誰かに見られたら警報が鳴るのだ。私か？私は誰も見ていない。もういいだろう。私は昼寝がしたい。アルダークの執務室にしては変わった小物ね。そう思わない？あなたが人目を避けて移動しているのに気づいたわ。私もそうしてたから。どうやら二人とも似たような目的で修道院に来ているようね。隔離された新参者たちよ。友人がどうなったのか確かめに来たの。あなたがここに来たのも同じ理由？祈りを捧げるための場所を強制収容所にするべきではない。閉ざすべきでもないわ。面白いわね。こんなものは見たことがない。興味はそそられるけど、あまり気分のいいものではないわ。私たちは奇妙な生物について議論するためにここにいるわけではないでしょ。行方不明の新参者に何が起きたのか調べないと。あなたも守衛に止められなかったみたいだから、同じ質問をしてもいいわよね。お互いにやり方があるってことにしておきましょう。でも気になるわね。シマーリーンでは普通の政治や普通の共同体の問題以上の何かが起きている感じがするわ。それを知りたいの。新任のアルダークと不満を抱えた上級皇女がいて、どちらも女王の布告に反対している。彼らと行方不明の新参者との関係は何かしら。私は地下墓所を調べるところよ。一緒に来る？珍しい真珠。アルダークはどこで手に入れたのかしら。きっと重要じゃないわ。地下墓所で会いましょう。新参者がどうなったのか知りたいの。
迷子になったのか。ここからすぐに出ろ。この辺りは何かおかしいわ。魔法を感じる。悪しき魔法を。檻？この人たちにこんな扱いを受ける理由はないわ。生きている人がいる。助けられるか確かめて。神々に感謝を。あなた文句じゃないのね。お願い、ここから出して。悪夢よ。新しい機械を求めてサマーセットに来たのに、船から降りた途端修道院に連れてこられた。尋問も受けなかったし、ハイエルフにお決まりの書類手続きもなかった。その代わりに私たちを檻に閉じ込めたのよ。少し前、文句たちに集められて部屋の奥にある扉から出て行ったわ。お願い、ここから出して。他の人たちのような目に遭わされる前に。これはスカーフィン。ああ、解放してくれてありがとう。デイドラ、ここに。デイドラ暗礁の記憶が正しければ、あれはスカーフィンだわ。驚いたわね。いい質問ね。その答えを見つけたいと思っているの。目の前の証拠からすると、あのノルドは倒れる前にスカーフィンを殺したみたいね。よくやったわ。獣のベルトにこの鍵があった。これであの扉を開けられるわ。急いだ方がいいわね。ここで本当は何が起きているのか、背後にいるのは誰なのかを明らかにしなくては。でないと何が最善の手なのか判断できないわ。説明は後でするわ。とりあえず今は急がないと。デイドラの信者。だが心配するな。順番は来る。真珠の魔法はこの獣を引きつける。私が呪文を終えるまで押さえておいて。この呪文を試してみたかった。来て、外で話しましょう。気の毒。これは新参者や女王の布告へ反対した者の問題ではなかった。デイドラの魔法だったのよ。着くのがもう少し早ければ。説明するって約束していたわね。今がその時かしら。私はサイジックの一員よ。サイジックはサマーセットを巻き込む陰謀に関する警告を受け取った。ライトマスターはその調査に私を送ったの。そしてここに行き着いた。サイジックは古代の魔法修道会よ。私たちはタムリエルの支配者たちに助言者として仕えていたけど、その後自分たちの故郷の島を世界から取り除いたの。この脅威が私たちを世界に戻したのよ。でもあなたはなぜこの件に関わっているの？
女王の瞳、面白いわね。私はデイドラの魔法を解除して保管と研究のための真珠をアルテウムというサイジックの島に輸送したの。より詳しく調査するためにね。まあここを出たらもっと詳しく話せるでしょう。私は何世紀もアルテウムで暮らしているの。走り回るのには向いていないわ。女王の瞳に私たちの発見を知らせて。私は後から行くわ。ああ、新しい相棒が戻ったな。修道院でどんな面白い話を見つけた？美味しい情報は残らず伝えてくれ。ラズはそういう問題を望んでいなかった。殺人とデイドラの儀式と裏切りがなければ素敵な一日だったのに。我々は上級皇女がどの程度関与しているか調べなければならない。我々というのはこの場合お前のことだ。告発？少し違う。彼女と話してアルダークについて彼女が知っていることを確かめてほしい。上級皇女は地元の指導者たちとの会合に出ている。お前も行って真実を手に入れるんだ。この招待状と優雅な衣装セットがあれば扉を通れるはずだ。サイジック？ラズは噂なら聞いたことあるが、サイジックはいつも噂されている。300年も前に消えた賢者たちの島にしてはよく話題に上るものだ。そのサイジックの魔術師は何を調査しているのか言っていたか？生命を吸収する真珠？おそらくお前はその情報を追いかけるべきだな。
まあサイジックの魔術師を気に病むのもその真珠の出所を考えるのも後でいい。今は上級公女と話してほしい。上級公女アミネッセとラズは仲が良くない。以前馬がいてプディングタルトの大皿があってだな。いや、つまらない話で退屈させるつもりはない。それにラズを見たらみんな尻尾を出さないだろう。お前の方が多くのことを聞き出せるはずだ。はい、どちら様ですか？上級公女は今お忙しい。シマーリーンの有力者たちを招いてある政治的な問題について話し合っています。なるほど、確かに間違いありません。それに服装も似合っていて優雅ですね。どうぞ庭園へとお進みください。私たちは皆女王の布告に憂慮しています。私はシマーリーンの聖域とサマーセット全域を保護するためアルダーク・ティルカラーと連携することを誓います。食事を楽しんでください。町の仕事で少し席を外しますがすぐに戻ります。なんとも大胆な。ネバラが神聖なる私の前に立つとは。よろしい、大胆なネバラよ。シマーリーンの新たなアルダークに何の用だ？その前に私を退屈させるなと言っておく。そしてこのシミ一つない服に唾を飛ばすのも許さん。どこで聞きつけた？ふん、神聖執行局と話し合わねばならんな。警備がずさんすぎる。いや冗談だ。上級公女と私はサマーセットと新参者のために最善を尽くすことしか考えていない。お前は本当にここシマーリーンについてよく知っている。ネバラにしてはな。おっと、これは失敬。お前に理解できるはずもない言葉を使ってしまったな。目障りだという意味だ。つまりお前はここで心よく思われていない。そのような深刻な告発を軽々しく口にするものではないぞ。お前の名前は何と言った？神聖執行局の観察記録に追加しておきたい。お前自身を守るためだ。異論はないな。ちょっと休業を思い出した。私の不在中どうか存分に他の客人を煩わせてくれ。また新参者？女王の布告のインクもまだ乾いてないのに、もうあなたたちは数えきれないほど押し寄せてるのね。上級公女と新しいアルダークが
どうやってサマーセットの利益を守る計画を立てているのか楽しみにしているわ。そう、そうかもしれない。新参者は我々と違う。アルトマーの社会も慣習やマナーについても理解していない。これによって新生執行局の職務は難しくなるでしょうね。とにかく新しいアルダークに何かしらの案があることを願うわ。私は新しいアルダークについてはあまり知らないの。ちょっと待って、あなたが誰だか知らないし、質問のトーンも気に入らないわ。立ち去った方がいいわよ。ここが社交の集いで、しかも非番であることを私が忘れてしまう前にね。あなた、許可なく私の部屋に入りましたね。いいえ、女王の客人の相手はしないわ。まして私の部屋で。それにあなたはどうやってここに入ったの？いえ、もういいわ。入ってこられたのだから、出ていく道もわかるでしょ？私が衛兵を呼ぶ前にね。ああ、なんと愚かな。新参者のサマーセット立ち入りを許可した女王の命に私が反対している理由が本当にわからないのですか？サマーセットと新参者の双方を守りたいからです。距離を保つことが双方の大きな利益になるのです。アルダーク・ティルカラーは素晴らしい人材に思えました。彼にはシマーリーンを守る計画がありました。実に壮大な計画が。残念ですが、女王の布告への対処を焦るあまり、私は判断を誤ってしまったのかもしれません。あなたには関わりのないことですが、私が彼と会い、修道院での職務に推薦する以前にアルダークが存在していた裏付けが取れないのです。上級校ミルンセルは彼を絶賛していました。バカなことを。アルダーク・ティルカラーは新参者を隔離し、彼らにサマーセットで暮らす資格があるかどうかを確認しているのです。合格した者は在留を許可され、そうでない者はどこであれ元来た場所へ送り返されます。そう合意したのです。文句の一人がこの伝言をお届けするようにと、アルダークご本人からです。サンゴの森？面会にしては妙な場所ね。でもアルダークの釈明を聞かなければなりません。干渉しているふりをするんだ。難しいだろうが、ラズ以外の方向を見るんだ。そうだ、いいぞ。さて、上級工場の館で何が分かったのか教えてくれ。ラズはアビネッセが悪人だとは考えていない。凶暴はしているだろうが、人殺しではあるまい。しかし新しいアルダークは赤い手袋くらいに手を血に染めている。ラズの情報によれば、シマーリーンに来る前の彼は痕跡がどこにも見当たらない。サンゴの森で？変わった待ち合わせ場所だ。ラズはアルダークが何を企んでいるのか確かめに行くべきだと思う。衣装を回収した後でな。また別の機会に使うかもしれない。お前には素敵なファンがいるな。サイジックの賢者だろ。ほら、来たぞ。
よかった、見つけたわ。上級皇女が館からこっそり抜け出して町を離れるのを見たの。上級皇女はサンゴの森でアルダークと会っている。ラズが嗅ぎつけたものはムーンシュガービスケットなんかじゃなかった。あなたの噂は聞いているわ、女王の瞳ね。私はサイジックのバルサイレン、そしてあのアルダークはただの文句ではないでしょうね。協力すべきだな。だが無駄に注目されないよう別々に移動しよう。ラズはサンゴの森でお前たち二人に会いたいと思う。トリナーンでアルダークを助けてくれてありがとう。神々のご加護。An eye to their blundering. It's tempting to jest about this simple pest. That's until you've seen their plundering. Oh, when men bound to the doom drum sound, you'll learn what the corpse god wrought.